もユナイトのじゅんさんです。今日はですね、懸垂が1回もできない方がフルレンジの懸垂ができるようになるまでのプログラムデザインというテーマでお送りしたいと思います。まずはこちらの映像をご覧ください。今のは僕の妻であるアイコトレーナーが3日前ですね、初めてフルレンジの懸垂を成功した時の映像なんですけれども、実は彼女今年の1月全く懸垂できませんでした。最初はね、ぶら下がりから始めたんですけれども、それでもね10秒ぐらい、それがねやっとの状態でした。そこから少しずつレベルを上げていって、ついに3日前に成功したんですけれども、じゃあどうやって懸垂を成功させたのか、どのようにプログラムデザインしていったのかというお話をしていきたいと思います。今でこそね、懸垂大好きな岩田なんですけれども、初めてできたのは高校でラグビーをやってる時でした。いつの間にか1回できたんですね。その時はすごい感動したんですが、そこから大学でレスリング、そして自衛隊に入ってもう散々やったんですね。もうやら、そして自分が何回もできるようになって、また懸垂ができなかった仲間たちもどんどんねできるようになるんですね。それを見て、あ、懸垂って誰でもできるんだということに気づいたんです。そこからトレーナーになって完全にマニュアル化しましたので、今日はそれをお伝えしたいと思います。では早速やってみましょう。どうぞ。さあ行くぞ。はい、それでは早速行きましょう。今日のテーマは懸垂ができない方ができるようになるためのトレーニングですので、いかに力が入りやすいか、やりやすい懸垂かということを考えます。まずは大きく2つに分かれます。順手か逆手か、プルアップかチンアップかということになります。皆さんどちらだと思います？そうです、逆手ですよね。まずは手をですね、内側外側海内海外に回してみてください。そうすると逆手海外にした方が腕がモコッとしますよね。上腕二頭筋の力が入りやすくなります。ですのでまずは順手じゃなくて逆手懸垂を選びましょう。次は手の幅です。これやると分かるんですが、こんな手の幅でねやるとめちゃきついです。じゃあ逆に狭すぎるとちょっとね引きにくいんですね。普通に立っていただいて自然に曲げます。この幅、まあ、簡単に言うと肩幅ですね。ここ一番力が入りやすいですから、逆手の肩幅にまずは決めましょう、ね、次は腕を伸ばした方がいいか、曲げた方がいいか、中間がいいか、これはしっかり曲げた方が力が入りやすいです。わかりました。その次に背中は反らせた方がいいか、猫背にして腹筋に力を入れた方がいいか、わかりますよね。ちょっと猫背にして腹直筋、ここの力を入れやすくします。しかも脇を締めると大胸筋の下部、ここも使えますから、どん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 力が入りやすくなるんですね。最後は足、股関節ですね。股関節を後ろにした方がいいか、前にした方がいいか、これもわかりますよね。少し前にした方が腹筋の力、腹筋下部の力も入りやすいですから、より力が入ります。こういう姿勢、この姿勢でまずはキープから始めます。キープをしてちょっとずつ可動域を上げていって、基準をクリアしたら腕を伸ばしていく、そういった感じでレベルを上げていけば必ず皆さん懸垂できますので、チャレンジしましょう。では行きましょう。さあ、まずはレベル1、懸垂キープからいきましょう。逆手、ジャンプしてちょっと猫背、足をクロスして気持ち前です。しっかりとこれ保持します。10秒、20秒、30秒。30秒できたらレベル2に行きましょう。さあ、レベル2です。今度は先ほどのキープからちょっと動かします。このちょっとが大事ですからね。ちょっとを10回いってみましょう。先ほどと同じ姿勢を作ります。この位置で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10回できたらレベル3です。さあ、レベル3は90度です。肩、肘90度、
大体ね、鉄棒が頭ぐらいの位置に持ってきます。それを10回チャレンジしましょう。今日は割愛しますが、よし、まずはジャンプしてキープの姿勢を作ります。そこから90度落として上げます。実際には1、はい、2、はい、こういったスピードで行います。これが10回できたらレベル4です。さあレベル4いきましょう。これは先ほどと基本的には同じなんですが、90度からもう45度、135度まで伸ばします。簡単に言うと腕を伸ばしきる直前ですね。やってみましょう。まずはレベル1キープの姿勢から、先ほどレベル2、もうちょっと伸ばします。これレベル3、ここから上げていきます。これを10回できたらレベル5です。さあレベル5は腕伸ばします。しっかり伸ばしますよ。いきます。まずはジャンプでレベル1の姿勢、ここから伸ばします。曲げます。これ10回やってみましょう。最後はレベル6、腕をしっかり伸ばした状態でここから上げていきます。一番きついです。やってみましょう。さあまずは上じゃなくて下から完全にぶら下がります。腕完全に伸びてますよね。こっから上げてきます。グイッ、できましたか？ここまでいったらいよいよ順手にします。という感じでユナイトではレベル1からレベル2、レベル3、レベル4、レベル5、レベル6とね、6段階で懸垂のステージアップしています。こうするとね、BMI22 以下の方だったらほとんど成功します。ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。お疲れ様でした。いかがだったでしょうか？この話をすると結構ね、トレーナー仲間から驚かれるんですけれども、スタジオユナイトでは全ての男性会員様に懸垂を指導しています。それだけではなく、ある程度引き締まってきた女性会員様、だいたい BMI22 以下の女性会員様にはこちらも全員に懸垂を指導しています。これなぜかというと、懸垂はね、上半身のたくさんの筋肉を使う非常に優れたトレーニングというのは皆さんもご存知かと思うんですが、それ以上に懸垂を成功したお客様、皆さんからまさか人生で懸垂ができる日が来るなんて思わなかったというふうにね、言っていただけるんです。感動するんですね。僕もね、初めて懸垂できたのは高校生、ラグビーをやった頃なんですけれども、全くそれまで懸垂できなかったんです。それが初めてね、腕を伸ばした懸垂できた時は、体操選手じゃなくてもできるんだというね、非常に感動を呼ぶ種目なんですね。ですので、パーソナルトレーナーの皆さんでお客様に処方してない方はぜひね、懸垂も取り入れてみてください。今日の動画は以上になります。面白かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いいたします。ではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。また。